皆さんこんばんは、ナナミです。今日は少し早いんですけど秋メイクやっていきたいと思います。それではビデオスタート。はい、じゃあ始めます。ちょっと今日はもう声もカスカス、そして顔もすごいひどいということで、もう最悪のコンディションなんですけど、唯一今日自分の中でいいコンディションだなと思ったのは眉毛、眉毛ちょっと生えてきて調子いいよっていう感じです。カツヤのヒレカツ丼っていうのを食べまして、案の定のむくみ方、じゃあ RMK の下地を使います。正直ですね、体はドクターエルシアのパックがあるんですけど、それでパックしたからいつもよりプルプルでした。朝起きた時あれ結構すごいんだよね。1位2位を争うぐらい好きかも。高いから K 点の目代わり期間の時とかに買った方がお得。少し強く感が出るようなタイプかなとは思います、この RMK で。ファンデはこちらの資生堂のシンクロスキンラディアントリフティングファンデーションを使います。でこれもブラシと一緒に使います。まあカバーしたいところはちょっと強めにしたいので、ここだけガッと先に塗り、でブラシでちょっとこうぼかしていくような感じで周りに広げていきます。毛先が短いから、そのなんつうんだろう、しっかりくっついてきてくれる感じで、鼻周りはこうやってくるくるした方が綺麗に仕上がります。ちょっとね、カバーもっとしたいよっていうところはトントンってして、ちょっとこう固定するような感じの方がいいかなと思います。塗れました。こんな感じです。綺麗でしょ。手で塗るのも全然綺麗だけど、なんかブラシの方がより一層こう薄く塗れるので、そういった意味でそうですね、このブラシで塗った方がより綺麗な感じはしますね。で持ちがやっぱりこっちの方が格段に良いので、手間かかるけどおすすめです、このブラシで。今日はこの NARS のライトリフティングセッティングパウダーのルースの方を使います。こちらをブラシにとってこんな感じでくるくるっとのせます。資生堂のやつが結構カバー力あるので、まあ、いつもだったら塗ってる RMK とかディオールのコンシーラー今は塗ってません。はい、こんな感じ。それでもいけちゃうぐらいカバー力あるから、ファンデがなので、パウダーはちょっとこう薄めでつけたいなっていう感じでした。眉毛はですね、こちらのセザンヌを使います。そう、ちょっと前に募集してた質問を一旦答えきれてなかったので、別の動画ではもう撮ったんだけど、それを答えていこうかな。ディオールで一番好きなコスメは何ですかっていうのが来てるんですけど、部門ってことだよね。ちゃう？だとしたら、まあアイシャドウが一番かな。ハイライトもめちゃくちゃいいけど、多分アイシャドウのそのサンククルールシリーズが好きかな。毎回なんかすごいさ、私を揺さぶってくるんだけど、でも他のものに今は移動してる。ほんと前はね、ディオールディオールって感じだったけど、今はスックとかの方が個人的にすごい使いやすいなって思う、この発色の感じだったりとか、するんで、ディオールあんま買わなくなっちゃったけど、アイシャドウが好き。パッケージが可愛いからね、なんかでも見ちゃうよね、いちいち可愛いもん。ではフーミンの眉マスカラを使います。テーマパークに行く時の持ち物バッグ、これだけは持っていけっていうのを教えてほしいです。えですよね、これを便利なものでお願いします。どういうこと？あ、これを持ってったら便利ですよっていうもの。今はもうファンじゃない？ファン、あの扇風機、もうあれあれば待ち時間も夏のね、この地獄みたいなね、待ち時間も少し楽になるから、あの扇風機ですよ、あれがいいと思う。私は絶対持ってく。まあ後半どうでもいいけどさ、最初の方とか写真撮ったりとかすると思うので、気にされる方多いと思うんですけど、風がずっと当たってる状態なので、よれづらいっていうか、こう固定されるような感じがして、汗もこうピタッとね。なのでファンがいいかも。アイシャドウ、アディクションのザ・アイシャドウパレットの008番、こちらでございます。新しいやつなんですよ。私アディクションのアイシャドウパレット買ったの初めてで、買っても単品だし、ちょっとすっごい空張りあって迷ったんですけど、8番にしました。なんかこういうアイシャドウブラシ単品でしか買ったことないので、初めての。ラメはね、シアレット系。このラメの隣の部分が、マットでローズウッドベージュだから、これが多分ベースになるのかな。このカラーが、アンティークレッド、でこちらのカラーが、
レッドパールがつやめくチェリーっていう風になってます。で、この私が使うのはこの B のベージュ、ベージュから塗ります。これだけでもすごい、もうてかこれ単色で一個一個使えるなっていう感じだと思う。ベージュといってもしっかり色味乗ってるので、これでこの一色でもいいかなって感じで、これにラメみたいな、めっちゃいいと思う。これなんかね、紫っぽいカラーが入ってるカラーもあって、だからそれがちょっとセルボーグとかなんかそんな感じっぽい感じでいいなとは思ったんだけど、このカラーにして正解かも。かわいい。ブラシ普通に塗りやすいですうん、柔らかいし、全然肌あたりがこうね、痛くて悪い感じはしないです。OK、全体的に塗りました。そしたらこのちょっと赤みっぽいカラーをつけていこうかな。これでだいぶ赤みがわーっと広がる感じで、って言ってもでもちょっとブラウンが強いかな、うん、めっちゃ可愛いんだけど、可愛い。私赤み系好きなんですよ結構。そうだから、シャネルのあのキャトルオンブルのさやつとかも、そうカンドゥールエなんちゃらってやつも好きなんだけど、赤み系なので私の好みだ。結構人によってはさ、なんか赤み系使うとちょっと腫れぼったく見えるので嫌ですっていう方もいると思うんですけど、これ割とブラウン強いですね。ナチュラルに使えると思います。そしたら下にここのブラウンをのせます。あ、待って、結構バッとついたバッとついたのでこれを伸ばしていきます。このブラシで取るとすごいガッと乗るので、ブラシっていうかこうチップ、そうなのでちょっと量は調節した方がいいかも。そしたら最後ラメのせようかな。これをちょっとブラシでさささっと取って、ギャギャギャ、これはかわいいなかわいい。アディクションのラメ久々に使ったけどやっぱかわいいわ。ちょっとラメが色味もついてくるタイプなので、これで高さを出してあげるっていうのもいいかもしれない。うん、目開けた時の一番高いところにこうやって乗せてあげるといいかも。なんかね、ラメもそんなに主張はしすぎてないけど、でもこうやって下向いたら輝きがちゃんとある。じゃあ下まぶたにもこのカラーラメを乗せます。ギャギャギャ、かわいい目頭側に乗せても可愛いと思うんだけど、ちょっと今日はこの黒目の下、ここに乗せてみます。私もともとね、目がこう腫れぼったいんですよね。それでそうすると若干こういう赤みってつけちゃうとボンってなっちゃう可能性が高くなるんだけど、これ平気。はい、じゃあホレンコスの私大好きな4番目頭に乗せます。好きなのこれ、これをここにチュラローンと乗せます。全然このアディクションの、そう、このラメを全部ここ乗せてもいいと思います。全然乗せていいと思うんだけど、ごめんなさいね、ちょっと今日ここキラキラさせたい気分なので。よく馴染むこのアディクションとラインはね、もう最近これにドハマりしてるから、デジャブのコッパーブラウン、これ大好き。これでとりあえずこう目尻をクイーンコイーンってさせて塗ってます。で、あとはキャンメイクのペンシルでここいつも通り塗るだけですね。なぞるだけで、そう、ちょっとさ、タイトルのところにも載せてるんだけどさ、ちょっとね、久々にね、インスタの方にね、なんかアンチっていうかサムネの通りなんだけど、これすごくない？で、RMK のペンシルを下に、これも赤み系なので合うんです。なんでこんなメッセージが送られてきたのかというと、ごめん、つけまつけるね。浜辺美波さんが橋本環奈さんとディズニーランドそうに、行ったと。写真をね、まあお互いが載せてまして、で、それがなんかヤフーニュースとかになってたんですよ、 LINE ニュースとかで。それを見た私の、インスタをフォローしてくれてる方が、この写真ななみさんに見えましたみたいな感じで、
送ってくださったんですよ。でその写真っていうのは、マスクをしている写真なんですね。浜辺美波さんと橋本環奈さんがマスクをしながらこうディズニーランドを楽しんでますっていう、普通のね光景なんですけど、その写真が送られてきて、で私がそれに、他のいろんな質問メッセージとか来てたので、それと一緒に来たメッセージも写真付きで、お返ししたんですよ。確かに私も見てあーとは思ったけど、盛りすぎかなっていう感じで返しをしたんですよね。そんな感じの返しをしました。でそしたら私が返信したのを見て、他の方からもこんな感じで、ちょっとまだ載せきれてないんですけど、すごいこうメッセージだったり、あとスタンプだったりとかで、そういうメッセージがめちゃくちゃ来てたので、じゃあちょっと私もこれ反応してあげた方がいいのかなって思って、でその時たまたま友達と LINE してて、でなんかその友達が私もその写真見て七海に見えたみたいな感じの、メッセージなんかこう見比べる写真みたいなのを送ってきてくれてたんです。でもその写真が私がマスクしてる写真じゃなかったりだとかしてたから、私も探してなんか見比べてみようと思って、こう写真をね貼って送り合ったりとかしてたわけで、そのやり取りを友達としてる間にもメッセージが来てたから、これこのままストーリーに貼っ付けようと思って、じゃあマスカラ塗りますね。そしたら1名の方だけ、あんな感じでなんかすごいちょっとブチギレみたいな感じで送ってきて、マジびっくりしちゃって、みたいな、そんなに怒ることなのかなって私は思っちゃったの。私はそんな風に思わないからさ、例えばですけど、私は北川景子が好きだから、北川景子さんの写真を、誰かインフルエンサーさんとかが載せて、この写真似てるって言われたみたいな感じの載せてても、あ確かに似てるなとか、例えばそれが似てなかったとしたら、言ってることわかるけどみたいな感じで、自分の中で留めておくというかさ、別にメッセージを送ろうっていう気にはならないのね、別に似てないのであれば似てるんだったら似てるって送ってるかもしれないけど、でもこのメッセージめっちゃ怒ってない？浜辺ちゃんには到底似てない、整形女いや整形女だけども、だけどもブスとかそういうの送ってこなかっただけいいのかなとは思うんだけど、全然これ通りすがりとかじゃなくてフォローしてくれてる方だったんですよ。でもなんかその捨てアカみたいな感じで全くこうなんか投稿もなければって感じで、フォローしてる人ばっかりでフォロワーも全然いないみたいな感じの捨てアカっぽい感じだったんで、多分私のこと好きで見てるのか監視で見てたのかはちょっと不明なんですけど、でもねこれね旦那もね間違えてて、かんなちゃんとか浜辺美波ちゃんが行こうとしてた日に、本当にうちの家族がディズニーランドに行こうかなと思ってたの。でもその日の朝がなんか雨っていう予報だったから、ちょっとやめようかって言ってやめちゃった日だったの。あ今日行ってればワンチャンは同じ空気感に入れたんだっていうの言うので、そう送っただけなんだけど、 LINE をねしたの。そしたらねあんな感じで帰ってきてたから、確かにあの写真は近いものがあったのかもしれないなとは思うんだけど、でもなんかそんなさブチ切れることなくないみたいな、そんな一瞬の写真にちょっと似てるって言われたことすら多分嫌だったのかもね。私はそういう感情ないんだけど、いろんな人がいるなみたいなみんながみんな同じことを思うわけじゃないからね、そういう似てねえしって思って、なんかもう我慢ならなくて送っちゃったのかもしれないしでちょっとわからないけど、でもね今そうやって匿名でねメッセージを送れるからこそ、ちょっとね考えてほしいなっていうのはありますよね。人を攻撃するようなものはさ書かないようにしましょうみたいなさ、その YouTube でもさコメント書こうとするときにさガイドラインみたいなのがあるじゃない、相手を傷つけてませんかとかさ、そういうのあるじゃない、そういうの目に入ってないのかなって。打ってるときどんな表情その分打ってる時どんな表情してんのとかさ、これ打ち込まなきゃ私の気が済まないわみたいな感じなのかとかさ、すごい本当に不思議に思うんだけど、あこれハイライトです、ロム&そう、ちょっと衝撃的だったので、あんまりこういうことしないんですけどサムネに載せちゃいました。というかね、私は整形は別に悪いことだとは思ってないんですよ。そういう風に攻撃の的になるっていうのがちょっと未だに不思議ではあるんだけど、じゃあ仮にね浜辺美波さんが整形
実はしてましたよと、何かしらいじってましたよってなったらさ、どうなっちゃうんだろうその人たちって。そうだよ、その本人がさ、もしいじっちゃったりとかしたらさ、もうファン辞めるってことだよね。多分認められないよね、こんな人がさ、たった一枚の写真のさ、たったその一瞬の写真が似てるって言われてさ、怒ってる人がさ浜辺ちゃん本人が本当に設計したら絶対耐えられないよね。ファンできないでしょ。はい、でチークはこちらのスープを使います。もう最近買ったのでね、たくさん使っちゃうよっていう、あのお話ししたかったのでしちゃったんだけど、許してよっていう、ごめんねって。嫌だったんだろうね、すごく嫌だったのわかるけど、もうちょっとね考えてほしい。ファン似てないしとかだったらまだうん、まあそう思う人もいるよねっていう感じだから全然いいんだけど、でも一言余計よって思っただけなのこんな感じですかね、チーク。はい、でリップ、でリップもちょっと久々に買ったの、これアディクションのザ・マットリキッドの20番の S、 こちらを買いました。このシリーズもめちゃくちゃ大好きで、まあ、なんていうかっていうと、マスクに強いじゃんこれ、色こんな感じね。そう、ケイトのリップモンスターより先に出てたじゃない、ですごいバズってた商品、これを久々に買いました。使っちゃうよ久々に。あー、この感じ、うんうん、そうそう、このシリーズ大好きだったな。また使おう、秋冬になると使いたくなるので、春夏全然使えてなかったから。はい、色味こんな感じです。すごいアイシャドウと合ってると思うの。なんかほら、赤み系とってなると赤いリップ使った方がいいのかなとかって思うかもしれないけど、すごい合いますよこのブラウン系の色とも。じゃあ髪をやってきます。はい、こんな感じです。どうでしょうか。うん、めちゃくちゃ私の好きな感じに仕上がったなうん、アディクションのアイシャドウパレットめっちゃ可愛いわ。なんか最近そう、あの RMK とかあの赤み系使ったんですけど、あの RMK に関しては若干こうあのパープルっぽい感じもあったんだけど、こっちは赤みブラウンっていう、うん、感じなので、より使いやすいなと思いましたね。こっちの方が秋冬感っていうのがすごい出やすいのかもしれない。めちゃ可愛い。でリップの色もあの一見こうどうなのかなって思いがちではあると思うんですけど、アイシャドウがしっかりねこのブラウンが入ってくれてることによってめっちゃ馴染む色になってるので、そう、良かったかなと思います。可愛いです。私の好きな感じになりました。アディクションのアイシャドウだったりリップだったり、これねすごく良かったので、このアイシャドウ買うんだったらこのリップすごい合うかなと思うので、ぜひぜひチェックしていただければと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。